よ明名久し寺とは、埼玉県東松山市正大にある、総統州の寺院である。三名は、東崎山。引き最国十三札書十七番となる。解散は1653年で、本尊は、釈迦如来であるが、それ以前の南北長期から千樹観音堂が存在しており、民衆の間で信仰されていた観音堂には二十八部州及び千樹観音がある。 なお、よ、名久佐寺の二十八部修像は二十八部修像、および、風神像、雷神像の中に魅力菩薩像があることでも特筆に値する。よ、名久佐寺の二十八部修像は二十八部修像、および、風神像、雷神像、千寿観音像すべて一体も欠けてないので、魅力菩薩像を含めると、合計三十二体となる。三面四比で、 一切の装飾品を持たず、板混合すら履いていない。実月は掲げていないが、右の腕が途中から欠けており、当初から実月を掲げていないかどうかまでは、判断できない。また、正面の顔は、強い敵に相対した時の喜びを表すかのごとく、にやけた笑みを見せ、右の顔は、敵と戦っている、最中のごとき顔つき、左の顔つきは倒した敵を見下ろすかのごとき表情の、 顔である。このアシュラ像は、幸福寺のアシュラ像と同様正面右左という形で顔を見ることによって、ストーリーが出来上がっていることになる。ABC 新編武蔵笛土気候上大村。鯨岡新一埼玉、よ、名ひさし寺のアシュラ像に関する考察。埼玉四団六十二万二千十六年ピアニッシモ三から四より、東松山志志編三下編。 仏像東松山市仏像調査報告。東松山市、1985年、P68 より。鯨岡ら一、埼玉、よ、明久さし寺のアシュラ像に関する考察。埼玉市団六十二万二千十六年。P5 より。鯨岡ら一、埼玉、よ、明久さし寺のアシュラ像に関する考察。埼玉市団六十二万二千十六年。 P2 写真及び説明部により。鯨岡ら一埼玉よ明久佐指のアシュラ像に関する考察。埼玉死団62万2016年。P1 写真及び P2 説明部により。鯨岡ら一埼玉よ明久佐指のアシュラ像に関する考察。埼玉死団62万2016年。P2 説明部により。ただし、 筆者は P3 にて読者の皆様はこのアシュラ像を見てどのような感想を抱いたであろうか。筆者の推測であるがアシュラ像の感じ方は十人十色のはずであり様々な解釈が可能である。このため右の顔の写真はわざと写真を掲載していないと記述している通り必ずしも全員がそのように見えるわけではないという点に留意する必要がある。また写真の右であれば 仏像側から見たら左側ということになる。くじらおか埼玉、よ、名ひさし時のアシュラ像に関する考察、埼玉四団六十二万二千十六年ピアニッシも、カからんより。ありがとうございます。